ディス、フラケです。今日はですね、こちらのビバリウム、ちょうどね、1年前に動画を上げました。セネガルガエルのアリダスと、コクラン歩きガエルのプーアルが暮らしていた、まあ、ケロリウムですね。残念ながらね、僕の蓋がうまくできてなかったみたいで、セネガルガエルじゃないや、コクラン歩きガエルのプーアルは、ここから脱走してしまって、その後、見つけることがね、必死に探したんですけど、できず、まあ多分どこかでお亡くなりになってしまってると思うんですけど、まあね、残念ながら今、プーアルはいなくて、ここにいるのはセネガルガエルのアリダス、一匹が暮らしています。で、ですがですね、まあ見てもらうとわかると思うんですけど、めちゃめちゃね、プミラが、生い茂りすぎてですね、もう地面の方まで侵食してますね。もう本当にね、プミラのスイッチ入った後の繁殖力半端ないんで、もうこれもうね、今日伐採します。で、もう伐採しないとですね、実はですね、セネガルガエルのアリダスもですね、もうこの草がボーボーになってからというもの、もう数ヶ月姿を見てません。見た時にはね、動画撮ったりとかしてインスタに上げてるんで、これいつ最後に見たんだろうと思って、さっきね、インスタ見返したんですよ。そしたら、なんと、11月の20日に投稿してるのが最後ということで、11月の20日だから、12、1、2、3、4、まあ、約、5ヶ月弱、アリダスの姿を僕一度も見てません。なので、たまにこの中にコオロギを放り込んで、まあ、それを食べててくれることを願うという感じなんですけど、ね、これもう、どうしよう、これ。これ伐採してって、アリダスの、ね、こう、星になった姿とかはもう動画にならないんですけど、まあ、でも、唯一の、僕のね、希望としましては、アリダスね、最近も、鳴き声がします。うちのカエルで唯一ね、ケロケロ鳴くのがアリダスだけなので、まあ、多分ね、大丈夫だと思うんですよ。なので今日はこの辺ちょっとね、伐採していってですね、ちょっとアリダスの生存確認がてらちょっとね、やっていきたいと思います。じゃあ早速ね、やっていこうと思います。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 ちょっとね、いきなりやっていこうと思いますとか言ってもめっちゃ噛んじゃってるけどね。もう、ああ見て、これわらじ虫がいますね。ここ、わらじ虫とかもね、これ一応、うんこ処理班として入れてるんですけど、まあ、餌にもなってるかもしれないんでね。まずこれはちょっとどかして、あとここにね、一応ね、これ見えないけど、流木いるんですよ。流木いるって生き物みたいに言っちゃったけど。この流木も、といったら、もうこれにもめっちゃ根張っちゃってるね。すごいな、扉。はい、で、ここにはわらじ虫いないかな。オッケーかな。はい。あとはね、もう、とりあえず、どんどん、伐採していきますね。ちょっとここからは、何か変化があるまで、おそらく、倍速になっていると思いますんで。元気な姿を見たいな、5ヶ月ぶりに、ね、こうビバリウムね、こう僕みたいにこう、ね、結構まめに手入れする人はいいですけどね、僕みたいに割と放置してる人はわらじ虫とかいるんでね、うんちの処理とかしなくてもまあ大丈夫なんですけど、生態が草がボーボーになるとね、生態が観察できなくなるっていう、こうマイナス点がね、ここありますね。まあ、ここまでほっとくなって話なんですけど、といちゃんだよね。またやろう、またやろうなんて思いながらね、もうまたやろうって思いながらずっと放置してるビバリウムが他にもあります。笑ってる場合じゃないんだけどね。笑ってる場合じゃないんだけどさ。ね、もう本当にこのプミラ欲しい人いたらもうあげるんだけどな。もう今日はもうこれ捨てますわな。もう今地面にポンポンポンってやってる。そのうち
後で、そのうちってなんだ。後でほうきで吐いて、行きましょう。どこにいんだろうな。結構ね、見えてた時はここにね、流木があるんですけど、その辺に隠れてたんだけどな。この辺にいたはずなんだけど。この辺でね、見かけたって、ここにちょっとくぼみがあるんですよ。ここにね。今見えかな。やべ。さあ。この下にもくぼみあるんだけど、どこにいんだろうか。これもうどうせまた生えてくるから、この忍も伐採しちゃおう。もうね、観察しやすく、まずは今回はね、生存確認が最優先ですから、アリダスのね、生存確認をしないといけないので、うん、どうせまた生えてくるんで、この辺のものはね。とりあえず、ガンガン伐採していこうと思います。いねえなぁ。この辺にいねえのか。ここになんか、空間みたいにできる。こういうとこにいるぞ。ビビりでいいんだけど、いる感じはしないなぁ。いた！いました！5ヶ月ぶりのご対面。見えるかな、みんな。ここにいんの。ほら、生きてた。生きてた。アリダス、ちょっとおいで。まあ、すんごい、あれ、すんごい口してんね、君。ちょっとこれ光の逆光で、ちょっと見えない。ちょっと待って。はい。約5ヶ月ぶりの対面ができました、アリダスさん。ずいぶん黒いね、君。光に当たってない。その喉、すごいね、これ。大丈夫かな、これ。これ、カエルのこの喉ってこれ、戻んないの、これ。すんげえ喉膨らんでっけど。とりあえずね、生存を確認できました。まあ、この喉でね、泣いてたんだね、いつもね。よかったよかった。じゃ、とりあえずね、生存確認できたので、もうね、ちょっとこのプリンカップで待っててもらって、ちゃっちゃとね、草を伐採しちゃいたいと思います。はい、じゃあね、ある程度終わったので、ここに水入れを戻して、もとにお水入れて、で、もともとあった流木も戻していこうと思います。こっち向きだったかな？はい、OK。完成でーす。ちょっと見てみましょうか。はい、だいぶね、はい、地面がフミラに覆われてたのがね、地が見えてすっきりしました。で、奥のね、隠れるところも、まあ、これならね、まあ、隠れてもすごい変なとこ行かなければ、観察できるかなと思います。で、上の方は、まあ、茂ってるけど、まあ、いいかなっていうことで、とりあえずそのままにしました。で、あとは、こうね、下の方で、多分主に暮らすとは思うので、まあ、この辺で餌やりも多分ねできると思うので、またしばらくね、麻薬、まあ、おそらくそうですね、何ヶ月放置するかわからないですけど、またね、地面生い茂ってきてね、見えなくなってきたらね、また
観察しようと思います。じゃあまずね、アリダス最近、多分でもコオロギいないから多分食べてんだろうな、見つけて。コオロギ出てこなかったもんな、今。草茂ってるのを切っても。多分餌食べてたんだと思います。結構ちょいちょい入れてたんですけど、いなくなってるから、まあ、死んでるのかもしれないけど。とりあえずちょっとアリダスにね、餌やりしてみたいと思います。はい、じゃあね、ちょっとアリダスにコオロギをあげていこうと思います。食べるかな？あ、もう食べないモード？もうそんな痩せてねえもんな。食ったんだから。いらない？ちょっとね、久々に僕に捕まって、もう食べないモードになっちゃった？どう？見てはいる？自分で食べる。食べないね、これはね。いや、いらないみたいです。またじゃあ、餌はばらまいておきましょう。じゃあ、アリダスね、戻ってもらいましょう。はい、じゃあね、どうぞ、アリダスさん。帰ってきました。はい、というわけで今日は行っちゃったセネガルガエルのね、アリダスの生存確認ですね、ビバリウムのトリミングがてらしていきました。まあ、無事ね、生存確認できました。まあ、多分餌食べてたんでしょうね、ばらまきてといたのを自分で見つけて。なのでまあ、ね、まあ泣いてたんでね、あのケロ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 、まあ心配はしてなかったですけど、まあ無事ね、割と丸々したアリダスを見れて安心しました。ちょっとね、今度はもう少し早くトリミングしようかなと思ってるけど、まあどうなるかわからないですけど、とりあえず、まあ、そうですね、3ヶ月に一遍ぐらいはね、やりたいなと。まあこれから多分ね、時期的に植物もね、多分育成が早まると思うので、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。じゃあ最後ね、一応このビバリウムに、この苔とかね、今まで水が行き届いてないようなところもあると思いますので、霧吹きをしてですね、終了としたいと思います。もうアリアスどっか奥の方行っちゃいましたね。じゃあさっき入れたコオロギ弱ってるんで、ちょっと元気なやつ後で入れていこうと思います。はい、今日はねこんな動画でしたが、皆さんはいかがだったでしょうか。セネガルガエル、ね、小型でとてもいいカエルなので地味ですけど、ぜひ皆さんイベント等で見つけた時手に取ってみてください。2024年こそは流行らせたい。はい、それではまた、プラケでした。バイバイ。食べた。